川畑株式会社は埼玉県にて家具、インテリアの小売チェーン店、インテルナ川畑を運営する企業。2009年3月に民事再生法が適用されるまでは、ホームセンターやスーパーマーケットも運営していた。1923年1月、創業者の川畑義一により、埼玉県川越市三考町にて霧ダンスの製造を目的として創業され、 1953年4月に有限会社川端端ス店として法人化される。法人開以は洋家具を主力に家具メーカーとして業績を重ねる。1970年代から商品の流行が著しく変化するようになったのに、伴い流行に合わせて取扱い商品を自由に変えられる小売業への参入を決め、1974年より、 インテルな川端の店舗名で家具小売業に着手。後に回転率の良くない家具小売業に限界を感じた当時の社長により、1984年にホームセンター事業に参入を決め、川越市に1号店、ジャパンホームセンターを開店した。ジャパンホームセンターでは DIY 商品のみならず、生鮮食品なども取り扱っており、当時としては、 珍しい個性的な店舗として報道されていた。生鮮食品の取り扱いによって、顧客の来店頻度を高め、DIY 商品の売上増加につなげる狙いがあったという。家具小売事業のインテルな川渡、ホームセンター事業のジャパンホームセンター、ジャパンホームバリュー、ジャパン生活館のほか、食品スーパー事業のビックリジャパン、ジャパン生鮮館、市場など、全盛期は、 合計21店舗を運営しており、1995年の全年度比売上高成長率では、ディスカウントストア業界で第5位を記録2003年には年商182億円を計上する。急激な業務拡大による借入金負担の増大や、販売単価の下落により、資金繰りが悪化し始めるも、 事業再編を進めたことによって2004年には年商188億円を計上していた。しかし、同業者との競争激化に伴い販売不振に陥り、不採算点の閉鎖を進めたこともあって2008年には年商121億円まで落ち込み、債務超過に陥る。2009年3月2日に東京地方裁判所に民事再生法の適用が申請され、 同日保全命令を受けた。負債総額は約53億円であった。2016年現在、家具専門店として埼玉県内に4店舗を構えるのみとなっている。引軍川島町に配送センターがあり、かつてはここを本社としていた。民事再生法適用直前には、ジャパンホームセンターとして、川越店、入間店、大井店、ジャパンホームバリューとして、 所沢店、草加店、反応店、南火災店を構えていた。それ以前に、亀有店、青井店も存在した。民事再生後は、家具専門店を残しすべて閉店され、一部店舗は他社に事業場とされている。2016年現在、営業している家具専門店、インテル中川渡は、川越店、坂戸店、所沢店、和光店の4店舗。 2006年、ジャパンホームバリューの各店舗において特定家庭用機器最小品化法に基づいて顧客より引き取った廃家電の一部が製造業者に引き渡されず行方不明になっていることが発覚した。環境省、経済産業省が川畑に対し言った聴取によれば2003から2005年度で各店舗合計2160点の廃家電が 製造業者に引き渡されていなかった。ジャパンホームバリューでは、廃家電及び特定家庭用機器廃棄物管理表の管理が適切に行われておらず、店舗の売上伝票によって引き取ったことは確認できても家電リサイクル券の控えが100点以上存在しなかった。川畑の報告によれば、製造業者に引き渡されていない廃家電について収集。 運搬を行っている委託業者の横流し、保管場所での盗難、店舗にて別途行っているリユース事業の商品との混合の可能性があるとのことだったが、具体的な実態については確定できなかった。不適切に処理された廃家電のうち、排出者が特定できたものは、リサイクル料金の返還が行われた。ありがとうございます。